1972年自由民主党総裁選挙は、1972年7月5日に行われた自由民主党総裁を選任する選挙。いわゆる核幅戦争の引き金ともなった選挙である。1970年代以降の政界を動かすことになる、三木武雄、田中角栄大平正義、福田武雄の4人が立候補した。佐藤栄作が、 首相に就任して、以来、党内の各派は、佐藤の巧妙な党内操縦に手も足も出ず、一強四弱、一風来坊という言葉が交わされるほどであった。1971年6月17日、日本とアメリカは、沖縄返還協定を締結。これにより、佐藤内閣の最大の外交案件が解決する。佐藤は、後継者を考え始めるが、 早くから福田に対し、俺が辞めた後は、福田君だと言っていた。同年くれ、佐藤は福田に、いつ、どんな風に、田中君に打ち明けようかと漏らしたという。1972年に入ると、ポスト佐藤に向けた動きが、活発化する。同年5月9日、田中角栄が、衆参両院で81人もの佐藤派の議員を、引き連れ、花井派を結成。 次期総裁選を睨んだ田中派の旗揚げであった。5月30日、大平は福田に、自分は総裁選に出馬する。立候補の取りやめはないと通告。これで、福田の不安は一旦解消する。第1回戦で太平派が田中に投票しないため、総裁選は、第2回の決戦投票で決まることが確定した。三木、田中、太平、福田。 中曽根ら派閥のそれぞれの領収が立候補するものと見られた。6月17日、佐藤首相は退陣を表明。その後、佐藤は福田と田中を呼び、二人とも立候補して争う他に道はないようだ。ついては総裁選でどちらかが1位になっても2位のものが、これに全面協力するということだけは心得てもらいたいと告げた。しかし、田中は、 三木、太平との政権連合に動き始めたことから、佐藤は改めて二人を呼ぶ。この前、一位の者に協力することを約束したはずじゃ、ないか、と田中をなじるも、田中は聞こうとはせず、両者の協力の話は立ち消えになった。全評判では、福田竹雄優位と見られていたが、6月2日、新聞は、中曽根康弘は、不出馬。中曽根派は、 田中支持を決定と大きく報道した。週刊新庁は、中曽根が田中支持に回ったのは、田中から7億円で買収されたからだと暴露。この件では、中曽根は証言者と、週刊新庁を名誉毀損で訴え、後に勝訴している。6月30日、各市長官は一斉に、田中優勢を報じた。投票前日の7月4日夜。 佐藤は自ら電話を取って、福田に投票せよと、党内各方面に劇を飛ばした。田中と福田は1.2連合の密約を、田中と大平は2.3連合の密約を結んでいた。もし第一回投票で、福田1位、田中2位、太平3位となった場合、田中派はどちらかの密約を保護にしなければならない状況であった。 田中の出陣式には192人の議員が出席していたことから、田中陣営は少なくとも180票は取れると踏んでいた。7月5日、総裁選のための党臨時大会が日比谷公会堂で開かれる。第一回投票の結果は、田中156票、福田150票。その差わずか6票。改めて政治の世界の冷酷さを思い知らされたようで、 政権の先行きに言い知れぬ不安を覚えたと田中の秘書の佐藤明子は後に10回している。田中は佐藤に、おいおい、中曽根のところからは、半分も来てないよと言ったという。僅差で、田中1位、福田2位となったため、田中派は、矛盾に陥ることを回避し、逆に福田派は、密約を保護として決戦に進んだ。三木武夫は、 日中国交正常化交渉を条件に、決戦投票での田中角栄への協力を密約していた。決戦投票の結果は、田中282票、福田190票、田中が新総裁に就任した。どの候補も1回目の投票で過半数を獲得しなかったので、上位2名による決戦投票が行われた。ありがとうございます。